この部分はもうちゃんとあの寒したついてるから、うん、ちょうどいいよこれが90度。90度。ケントだけど、だいたい合う、うん、あの、慣れです、メケントがいいよね、うん、まあ、毎日やってる人はね、もうこの分ね、平らにせんとね、うん、土手ができにくいんよ、ほうほう、平らにする、で、これで蒸らす。焙煎したてはね、もっと膨らむんだけど、まあまあ、でもまだマシ。やっぱり焙煎して時間が経つと、引き立て度も膨らまなくなるという、だんだん、うん、うん、でもまだ大丈夫、あのちゃんと膨らんでる、うん、膨らんでますな、うん、で、本当にあのぶら下がり変わると全く膨らまやすいわけな、うん、で、ドームができてる間にやるの。ドームが引っ込んでしまうとね、うん、土手ができにくくなるんだ。だから時間差も見ながら、ふーっとそのドームができて、でドームをめがけて中心から土手を崩さないように。それはもう経験則からそれともサスキルターのなんとかさんが。そう。で。自分でやってもやっぱりその方がうまい、うん、で一旦落ちてしまうと、うん、あの土手が消えるし、うん、泡も全部なくなるんよ。この泡の中であの蒸らしが行われてる。これはあのお湯じゃなくってもう泡だから蒸れるん。これで、うん、蒸らさないと良くないんよ。で、その岡崎さん曰くね、うん、あの泡がね残ってるうちはね、うん、あのまだ出るって。お話し中だけで聞いてね、早くさんに死んだの聞いた？聞いた、さっきふみこに聞いた、うん、昨日でもケンちゃん来とったで。昨日夜景にケンちゃん来とったよ。ああ、ほんま、うん、10時までおったからな、うん、うん、下は触れないんですか？で、溢れたやつはいつもこれ、尿が。これはまだ泡があるけん、出るんですか？ほんと、本来ならね。まぁ、あ、ちょっと、時々僕もこうやって、あの、オーバーフローすることあるのに。で、お手製の、冬これするとだいぶ違う、うん、尿が手作り。